お願いします。はい、ではまずビフォーの状態からどんな感じだったか教えてください。はい、鎖骨レングスの、まあ、レイヤーが入ってない状態なんですけど、まあ、結構なんて言うんでしょうね、ずっと切ってない状況だったので毛先が結構不揃いになってたりとか、まとまりづらい状況になってました。で、顔周りも、まあ、見て分かる通り結構ペターンとなって、前髪も中途半端に伸びちゃってる感じです。はい、色についてはカラーリングは、まあ、昨日ちょっと染めさせていただいたんですけど、もともとブリーチ毛で退色してる状態で、まあ、トーンで言えば、まあ、19トーンとか18トーンぐらいまではもう抜け切ってる状況でした。で、それにあのダブルカラーで、まあ、ペールカラーってベージュ系の色を上からかぶせて、まあ、2トーンぐらいダウンさせて、ちょっと柔らかいミルクティー系の色っていう感じに、はい、しています。はい、ありがとうございます。はい、では本日のカットについて流れを教えてください。はい、まず肩につかないぐらいの長さなので切ったんですけど、まあ、顎下5センチのレングスで、まあ、平行、床と平行でワンレングスのカットです。はい、でレイヤーは入れずに、ちょっと量だけ調整して、まあ、パツンと感を出したっていう感じです。で、顔周りは、まあ、さっき言ったみたいにビフォーの状態があまりペタンとしてたので、まあ、ちょっとあのふんわり前髪を作ってあげた方が、まあ、目元とかもちょっと可愛らしくなるのかなっていうのもあって、まあ、ちょっと薄めに目にかかる程度前髪を作りました。あとはフィニッシュワークですかね。最後スタイリングですかね。毛先を26ミリのアイロン、細めのアイロンで外跳ねにして、で部分的に中間を、1.5 回転のスパイラルを、フォワードリバース交互に全体的にちょっとこう巻いてあげてクシャッとした感じを出しました。で、顔周りは少しリバースに流して、まあ、顔型の頬の部分ですよね、ちょっとビフォーの状態も少し頬が、まあ、大きく見えるというかちょっと出て見えるので、まあ、そこが隠れるようにちょっとリバースに流して、さりげなくちょっと骨格をカバーしているっていう感じです。で、スタイリング剤はオイルと、ちょっとバームを混ぜて、まあ、ちょっとブリーチ毛なのでパサつきを抑えながら細かい毛束感でちょっとクシャッと感を出したっていう感じです。はい、ありがとうございます。では今回の部屋で特にこだわった点っていうのはどういうところでしょうか。そうですね、まあ、やっぱ長さをまず中途半端の長さだったので、まあ、その全身的なスタイルもよく見えるように、まあ、顎下5センチっていう長さを選んだんですけど、これ顎ラインにしてしまうと結構こう顔型が、ま、丸いので余計丸く見えてしまうリングスにもなりがちなので、まあ、このボブの時のリングス設定は、まあ、1センチでだいぶ印象変わるのかなと思うので、まあ、そこが一番こだわったというか、まあ、気にしたポイントです。はい、あとは前髪ですね、まあ、厚くしようか薄くしようか考えたんですけど、まあ、でもそのさっきの丸顔っていうのもあったりとか、まあ、あとはちょっと軽い印象にしたかったので、まあ、ちょっと薄めで目にかかるぐらいで作ったっていうのがポイントです。はい、今回のようなスタイルをどんな女性にお勧めしたいでしょうか。そうですね、まあ、どちらかというとクールな感じの人よりはちょっと可愛らしく女性らしくプラスしたい方におすすめですかね。うん、まあ、でもあとそのブリーチものなので多少そのおしゃれ感も出るかなっていう感じなので、まあ、あまりこう保守的すぎない、ちょっとおしゃれはしたいけど女性らしさは失いたくないという形方におすすめです。はい、はい、ありがとうございます。はい、